はい、こんにちは、井上です。今日もですね、動画を見ていただいてありがとうございます。今日のテーマはですね、いつまで薬飲んでんのという話をですね、させていただこうと思います。薬はですね、まあいろいろあります。例えばですね、年齢を重ねてくると、高血圧だったりとか、あとは糖尿の薬だったりとか、あとはですね、日常生活で困って、例えば首が痛いとか肩が痛いとかですね、この頭痛とかですね、あとは、手がしびれるとか、他にもですね、そういう症状で鎮痛剤を飲んでるとかっていうのもですね、薬をずっと何年もですね、飲み続けてる方って結構いると思うんですね。で、これをですね、飲み続けることによってどうなるのか、ちょっと怖い話をします。で、そこの話をですね、させてもらうのはなぜかというとですね、薬をやめてほしいからですね。薬を飲んでもいいことはないんですね。で、いずれですね、薬をずっと飲み続けることによってですね、内臓機能も落ちますし、あとはですね、脳みそが狂ってきます。で、アルツハイマーになりやすかったりとか、認知症、アルツハイマーになりやすかったりとか、あとは内臓系統ですね、がんになりやすかったりとかですね、がんの初期段階で、まあ、腫瘍ができたりとか、いろいろ悪影響出てきますんで、ぜひですね、この薬はですね、なるべく飲まないっていうのを心がけてですね、やってほしいんですけれども、でもですね、なかなか難しいと思うんですね。お医者さんから処方されて、お医者さんからですね、処方されて、いきなりやめるっていうのは、正直危険です。その薬によってあなたのですね、今のお体っていうのは保たれてるわけなので、それをですね、積み木を外す、こう積み上がってるものですね、積み木下をガクンって外せばガタガタって崩れると思うんですね。そういう現象がですね、起こってきて、禁断症状がですね、起こってきてしまうんで、それをですね、ちょっと、いきなりはですね、やめてほしくはないんですけれども、最終的にはですね、やめる方向性を心にですね、誓って、生活を送ってほしいんですね。で、なぜかですね、お医者さんの立場が、日本だとものすごい強くてですね、政治家さんがいてとか、政治家さんがいて、次なんかお医者さんみたいな、その間になんか製薬会社絡んでるみたいな、構造になっていてですね、わけのわかんないお金持ちたちがですね、この、ピラミッドを作ってるわけなんですけれども、それに関してですね、この国民はですね、奴隷扱いなんですね。ここがですね、出したものっていうのはなぜかですね、なんか神様が出したみたいな感じですね、ここの出したものはなんか素晴らしいみたいな風潮がありますけれども、そんなことはなくてですね、このお金儲けにですね、国民は付き合ってるだけなんですね。なので、ここのですね、まず認識をですね、外してほしいんです。なのでテレビでやってる情報も嘘ですし、あとはですね、このお医者さんが言ってる情報が全部間違ってないわけがないんですね。で、薬っていうのはもともと毒です。毒ですね。で、なぜこの薬がですね、日本に広まったかというとですね、西洋医学が広まったのと一緒なんですけれども、戦争の時に広まったんですね。で、日本とアメリカ戦争して、日本が負けましたけれども、この戦争の時にですね、兵士がですね、怪我をするじゃないですか。で、その場でですね、治さなければいけない、お医者さんたちがですね、その場で、その目の前にいる、兵士をですね、治さなければいけないと言ってですね、手で最初やってたんですよ。手でやったりとか、薬草を使ったりとか。でも緊急事態、緊急の時にですね、そんなことやってもすぐ治るわけないんですね。なので薬の、薬物を使ったんですね。で、薬物を使ったら意外な反応でですね、治っていった、例えばですね、兵士がですね、うつ病になりましたと、戦争嫌だと言ってうつ病になりました。で、ドラッグをですね、使ったら元気になりますよね。で、そういうことが起こったんですね。で、当たり前なんですけど起こるんです。で、それがですね、治ったと勘違いして、ただのですね、薬漬け、ドラッグ漬けになってるだけなのに、それをですね、治ったっつって、西洋医学に発展したって言われてます。なのでですね、ここの部分でまずはですね、戦争に使われて救急医療だけ、救急医療のためにまずはですね、薬を使ったっていうのが大前提なんですね。なので、もともとのもので、ね、治すっていう概念はないんです。なのでですね、この西洋医学自体は根本の治療、治す治療ではないんですね。なので、薬を飲んだからって完全に治るわけじゃないんです、もともと。なので、ここの部分をまずは理解してほしいんですね。なので、一時的な対症療法に過ぎないんです。なので、戦争で怪我した人、に対してドラッグを与えてですね、そこを麻痺させて治ったように見せるだけなんです。なのでですね、薬っていうこと、薬に関しては今までそこからですね、ずっと今の状態まで引き継いでるだけなんですね。なので、例えばこういう経験あると思います。薬をですね、
処方されて、薬を処方されて、これ効きませんと、全然薬効かないですって言ったら、強い薬出されますよね。で、これがまた効かないですって言ったら、また強い薬、ミリ数をですね、上げられて、強い薬になってきます。で、体はですね、どんどん慣れていって、その強い薬に対してもですね、抵抗、体はですね、慣れることによって、また強い薬、刺激を求めるようになるんですね。これはですね、まあ、生物学上しょうがないんです。なので、それを無視してですね、体はどん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 ですね、薬のドラッグの薬漬けになっていくわけなんですね。なので、薬がなければ生きていけないとか、薬がなければ体が反応しない体になってしまうんですね。なので、そこをですね、まず理解してほしいんですね。で、どうやってですね、この薬を減らしていくかというとですね、まずはお医者さんに相談してください。お医者さんにですね、しっかり意思を伝えてあげてください。お医者さんといってもですね、薬がなければ儲かんないんです。例えばですね、スーパーと一緒です。スーパーで、物を買ってくれなければスーパーも潰れます。で、お医者さんもですね、薬がなければ潰れるんですね、病院は。なので、まずはそっちの理解も しないといけないです。お医者さんが売るものはですね、提供するものは、まずは外来であればですね、薬を商品として売ります。あとはですね、まあ、診察だったらありますけども、そんなのは安いもんで、薬の方が高いんですね。で、薬をまずは処方してお金を儲けてますっていうのは大前提で、患者さん側が覚えなければいけないんですね。で、そこを大前提で、薬をやめたいという意思をですね、まず伝えます。一つ目としてですね、伝えます。で、この方法を一緒にどうしていきますかという話を持ってった方がいいです。で、お医者さんが怖いから喋れませんって方はですね、病院変えた方がいいと思います。そういうお医者さんはですね、どっか行った方がいいと思うんで、お医者さんではないです。なのでですね、そういう先生が怖くて喋れませんって言った方はですね、お医者さんを変えた方がいいと思います。で、しっかりですね、信頼できて話し合えてですね、そういう先生がですね、好まれ、いい先生だと思うんで、ぜひですね、この怖いなっていういう先生ですね、もう喋れない、もう喋るだけでもそういうこと言うとですね、もう先生怒っちゃって見てくんないからみたいなこと言う人いますけど、選択肢はですね、患者さんにもあります。なので、お医者さんがですね、怖いからっていう方はですね、病院を変えてですね、いいお医者さんを見つけることをお勧めします。で、2つ目としてはですね、方法としては、まずはですね、薬を変える前に自分を、体をですね、反省しましょうってことですね。なんでその症状が、例えば血圧に関してもですね、血圧がなんで上がってしまったのかっていう原因がですね、必ず自分の中にあります。で、必ず反省しましょう。で、反省しないことによって、薬で、薬漬けになっている体になるんですね。薬をもしやめたいのであれば、今の環境、性格、全てですね、変えなければ薬っていうのはやめれないです。当たり前ですよね。この状態の体、環境を、性格、環境、周りの環境だったりとか、食生活だったりとか、睡眠の質だったり、いろいろな部分が合わさってですね、血圧が例えば上がってくるわけなんですね。これを変えなければいけないんです。なので、変えるにはまずは自分を自分で見直す必要があります。なので、まずは反省しましょう。なんで血圧が上がってしまったのかという原因を突き止めるんですけれども、その前に自分をですね、反省してください。必ず。なので、反省しなければですね、見つかってこないんですね。なんでここがですね、血圧が上がってしまったのか、なんでこの環境にいるのか、なんでこんな性格なのかっていうのをですね、反省してみてください。で、これをですね、反省して次の段階としては、行動に移しましょう。行動に。で、いろいろですね、動画で説明しているので、例えばですね、血圧の方であれば、食べなければ下がってきます。で、運動すれば下がってきます。生活の習慣をですね、見直して、例えばストレスをなくすだったりとか、あとはですね、運動をする、食事を変える、全部ですね、環境を変えるっていうことですね、血圧下がってくるんですね。で、内臓が壊れてきたらそれは下がらないんですけど、壊れる前に薬処方されてる方って結構いらっしゃるんで、そこの部分であればどんだけでも変えれるんですね。で、そこを見直すっていうのは大切になってきます。で、それをですね、必ず行動に移すっていうのは大切になってきますね。大体がですね、メンタルが潰れてですね、メンタルが弱い方っていうのがこういう薬漬けになる傾向があるので、まずは例えば食べないっつは食べないんです。必ずカロリー制限というのが必要になってくるんで、食べないって言ったら食べないんです。半日食べるなって言ったら食べないんですね。食べないって決めたら食べないんです。そういう性格しなければいけないんですね。で、必ずですね、制限しなければいけない部分って出てきます。で、そこでですね、メンタルがやられて大体の人はやめます。で、ここはですね、大切になってくるんで、ここはやることはやる、必ずですね、やるっていう性格に変えていくんですね。
でこれをですねこう実行を起こさなかったら何か自分に罰を与えるぐらいまでですね持ってかないと無理なんですね。なので必ず最初ワンステップ目としてはお医者さんに伝えます。でお医者さんに私は薬をやめたいんですと、でいきなりやめられないと思いますけれども徐々にやめたいんでどんぐらいの期間を見てですね薬をやめたいと思いますか、何かアドバイスありますかと聞きます。で先生が怖いって方はですね病院に変えてください。で2つ目としてはですね自分をですね反省してみてください。自分の体を作ったのは自分自身なんでここをまずは、反省してください。で反省することによって見えてくるものがあります。なんでこの、性格になってしまったのか、なんでこの環境にいるのか、なんでこの食生活をですね送ってしまってるのか、なんでこの時間寝なきゃいけないのか、寝れないのか、っていうのを反省してみてください。そうすることによって行動が決まってきます。行動が決まってくることによってなんでこの例えばですね、3食食べてるって普通おかしいんですね。3食食べてるっておかしいんですけども、3食食べてるって普通じゃないですか。で、普通に考えてるんですけど、3食って普通はおかしいんですね。うちらから言うとおかしいんです。で、そういうこともですね、理解しながら、自分の動画を 見直してもらうと、そういうことを言ってるので、ぜひですね、ここを、行動に移すっていうのが大切になってきます。で、行動に移すとですね、例えば血圧を例にすると、今薬を、3つ目のポイントとしてはやめないっていうのが大切になってくるんで、いきなりやめるんではなくて、お医者さんが減らしていいよって言ったら減らしてくれるんで、そこをですね、勝手にやらないというのが大切になってきます。ですけれども、3番目で行動に移して行動をしてくることによって、血圧の例にすればですね、上がってたものを薬としては下げます。で、この行動をしっかりですね、継続的にやってくると、薬を飲むと下がりすぎます。で、下がりすぎるっていうのを先生に伝えます。お医者さんに伝えます。っていうのが4つ目ですね。行動に移すとですね、必ず結果っていうのが出てきます。で、結果をお医者さんに伝えてください。そうすることによって、血圧っていうのが下がる薬になっているので、血圧を下がりすぎちゃいます。そうするとですね、薬を、お医者さんとしては変えざるを得ないですね。減らさざるを得ないです。なので、その部分ですね、4つ目としてのステップでですね、薬をやめることができるんですね。なので、まずは自分の部分でこの4ステップですね、やってみてください。まずはですね、先ほど言ったようにお医者さんに報告してですね、2つ目としては自分の中の反省点をというのを炙り出します。で、行動を移してですね、行動を移すことによって結果が出てくるので、結果をですね、お医者さんに報告して薬を減らしてもらう。もしくはですね、やめさせてもらうっていうのをが4ステップでですね、できますんで、ぜひですね、この辺をやってもらえればと思います。で、そう言ってもですね、なかなか薬っていうのはやめれないと思います。自分の意思でですね、やめれる人っていうのは相当強いと思います。なのでですね、今回はおすすめの動画としてはですね、説明欄、概要欄にですね、貼っておきますけれども、自律神経の調整方法ですね。自律神経を調整することによって、まずはですね、メンタルのコントロールっていうのはできるんですね。で、メンタルのコントロールできればですね、こういう薬をやめるだったり、ダイエットもそうですけども、簡単にできます。なので、まずは自律神経を調整してですね、自律神経を調整することによって、自分がですね、乱れにくくなります。興奮する。とかリラックスするこのですね浮き沈みが激しくなってくると、どうしてもですね薬に頼ったりとか爆食いしてしまったりとかっていうのはあるんですね。なので自律神経のする、自律神経を調整する方法をですね、お伝えしている、動画をですねおすすめの動画としてですね説明欄とコメント欄にですね載せていますのでぜひですね参考にしてみてください。あとですね、おすすめの本を、説明欄とコメント欄に載せていますので、ぜひですね、参考にしてみてください。またですね、Twitter、Instagram やってますので、ぜひですね、フォローの方もよろしくお願いいたします。はい、それでですね、次回も、動画でお会いしましょう。では、また。